皆さんこんにちは。昔は裏方の仕事で表には出てこなかった声優ですが、アイドル化やアニメの普及により有名になり、今ではメディア露出も多くなっています。今回は女性声優が起こした事件20選についてご紹介します。1人目、早見沙織さん。1991年5月29日に東京都に生まれ、声優業を開始する前には子役としても活動していた早見沙織さんは、2007年にテレビアニメ桃花月誕の川壁桃花役でアニメデビューを果たしました。そして現在は芸能事務所アイムエンタープライズに所属しており、その洗練された演技力で多岐にわたるジャンルのアニメやゲームで数々の主要な役柄を務めています。そんな早見沙織さんですが、過去の写真が流出し現在の顔と全く違うことから整形疑惑が浮上し炎上しました。見比べてみると一目瞭然ですが、あまりにも似ていないため本当に本人人違いではとの声が多く寄せられています。2人目、千原みのりさん。1980年11月18日に栃木県で生まれました。もともと歌手を目指していた千原みのりさん、なかなか売れず苦悩もあり歌手活動を休止するまでになったこともありましたが、路上ライブなど地道な活動を行う中で2006年4月の鈴宮春日の憂鬱にて長戸由紀を演じ大きな注目を集めました。以降さまざまな作品に出演し、2007年よりランティスにて歌手活動を再開しています。そこからは声優アーティストとしての確固たる地位を獲得し、全国規模のツアーや声優アワードで歌唱賞を受賞したりしています。そんな千原みのりさんは一部週刊誌にてバイオリニストの室谷浩一郎さんと過去6年にわたり不倫交際していたことが報じられ炎上してしまいました。また千原みのりさんは自身のブログでほぼ事実と不倫を認め謝罪をしています。3人目、平野綾さん。1987年10月8日に愛知県で生まれ、テレビアニメ鈴宮春日の憂鬱にて主人公の鈴宮春日を演じたことがきっかけで大きく知名度を上げた平野綾さん。その後はアニメ作品のレギュラー獲得が増え、2007年にはラキスタの泉コナタや2009年のフェアリーテイルにてルーシー・ハートフィリアなど様々な役柄を演じています。幼い頃から舞台に立つことも多かった平野綾さんは現在もミュージカルや舞台に数多く出演しています。そんな平野綾さんは昔コンサートツアーのミュージシャンとのベッド写真が流出してしまい大炎上しました。本人からの否定等はなく、事務所の移籍やファンクラブの一時閉鎖を行ったため事実上認めた形となってしまい、また当時アイドル路線で売り出していたので大勢のファンからの反感を買ってしまいました。4人目、竹田津彩奈さん。1989年6月23日に埼玉県で生まれた竹田津彩奈さんは、2009年に放送されたアニメ軽音の中野あずさ役で有名になり、その後も2010年の俺の妹がこんなに可愛いわけがないの高坂桐の役や、同じく2010年の神の溝知る世界の高原あゆみ役など、コンスタントに主演やヒロイン役メインキャストを担当しています。2019年2月23日には同業の梶裕貴さんと結婚したこと発表しており、2022年6月30日には第一子を妊娠したことを報告。同年の11月3日に第一子出産を報告し、現在は一児の母となっています。そんな竹田津彩奈さんはアニメの生放送番組にて一緒に出演していた内田真彩さんを仲間外れにするところが放送されてしまい炎上してしまいました。内田真彩さんの自己紹介の時だけテンションが違ったり露骨に静かになったりと明らかで、司会の石川海人さんがフォローするも完全にいじめではと非難が相次ぎました。これまで出演がそんなに被ることがなく距離が遠かったのではないかとの話もありますが、それにしてもひどいと話題になりました。5人目、宮村優子さん。1972年12月2日に兵庫県で生まれた宮村優子さんは、最初は舞台や劇を主に活動していましたが、声優としての仕事もやっていく中で1995年の新世紀エヴァンゲリオン総流アスカ・ガングレイ役で有名になり、現在も名探偵コナン遠山和葉役などで活躍しています。
そんな宮村優子さんは AV に出演していたという噂が流れ炎上しました。写真週刊誌のフライデーにて報道されましたが、当初宮村優子さんは疑惑の件について否定も肯定もしていませんでした。しかし雑誌の取材で事務所は本人に確認したところ、実は私ですと認めたそうです。顔が似ていたことや八重歯気味の歯並び、ほくろの位置や数などが全て一致し、しかも本人も認めたことから AV 出演は間違いなさそうです。6人目、上田かな、さん。1980年6月9日に奈良県で生まれ、大阪府で育った上田かなさんは、幼い頃から舞台やミュージカルを行っており、大学生の時に雑誌のオーディションでグランプリを受賞し、声優への道を歩み始めました。フェイト、ステイナイトの東坂凛役や、サキの宮永サキ役など、人気作品のキャラクターを多く演じています。また麻雀が好きなことでも有名で、自宅には全自動雀卓があり、雀荘上田の異名を持っています。そんな上田かなさんは性格が悪いと話題になっています。原因は2008年のラジオ放送内にて、上田かなさんが電車内にて缶ジュースのゴミを放置した際に乗り合わせた男性から注意を受け、それに対して逆ギレし、この親父を社会的に抹殺とか、とにかく恥ずかしめて、あいつが悪い方にさせるにはどうしたらいいか考えた、と発言したことです。さらには、大声を上げて駅員や鉄道警察を呼び、男性が抵抗した場合でも名誉毀損や、傷害事件として訴えを起こせばいいという具体案まで披露してしまい、あまりにも自己中心的な考えに、痴漢冤罪にあたると炎上しました。翌週のラジオ内で謝罪、釈明が行われましたが、棒読みっぽいや言い訳をしているなどの批判的意見が多く寄せられました。7人目、佐藤さとみさん。1986年5月8日に宮城県で生まれた佐藤さとみさんは、小学生の頃に声優を志し、2007年の神ちゃまかりんで声優デビューを果たします。その後2008年の地獄少女三つがなえの準主人公の三影ゆずき役や、2009年の軽音メインキャラクターの鯛中律役で知名度を上げました。また軽音ラジオで演じるキャラクターに合わせて実際にライブ活動を行うという企画で、佐藤さとみさんはドラム経験がゼロからのスタートでしたが、見事に演奏していました。2017年7月6日には自身のブログにて同業の寺島拓馬さんとの結婚を発表しており、2021年12月30日自身のブログで第一子の誕生を報告し、現在は一児の母となっています。そんな佐藤さとみさんは昔、琴の雫名義でコスプレ活動や BL 同人誌制作をしていたことを元友人が暴露し話題となりました。琴の雫のサイトが見つかり、プロフィールが一致していることや、所有者が同人誌をネットにアップした際、奥付けに本名の署名があり、琴の雫が佐藤さとみであることが確定しています。昔からかなりのオタクであった佐藤さとみさん、当時は今より風当たりが厳しかったのもあり炎上してしまいました。8人目、尾崎由香さん。1993年5月15日に東京都で生まれ、もともとは子役で活躍していた尾崎由香さん、2016年に私たちラクロジブにて声優デビューし、2017年のテレビアニメ「獣フレンズ」のサーバル役に抜擢され注目を集めました。2018年には自身の写真集「尾崎由香ファースト写真集 TUA」が発売されるなど多彩な声優さんです。そんな尾崎由香さんは2019年のテレビ番組での発言がひどかったため炎上しています。大先輩の池澤春菜さんに対し、若さでマウントを取るような失礼な発言をしたり、また声優であるにもかかわらずアニメを一切見ていないと爆弾発言をしたりと、台本だったかもしれないとの噂もありますが、これらの発言がきっかけで声優の仕事が減ってしまいました。9人目、種田梨沙さん。1988年7月12日に東京都で生まれた種田梨沙さんは、2012年に放送されたテレビ「新世界」にて主演の渡辺咲に抜擢され知名度を上げました。その後2013年には「ゆゆしき」や「金色モザイク」、2014年には「ご注文はうさぎですか?」に出演しており、
いずれもタイアップユニットで主題歌を歌ったりしています。2016年9月に病気療養のため活動休止が発表されましたが、翌年の2017年に公式サイトで喉の異常があったことが公表されるとともに、今後少しずつ仕事を再開していくと発表され、その後も活動を続けています。そんな種田梨沙さんは活動休止中に自身も出演しているゲームを毎日遊んでいたことで炎上してしまいました。バレてしまった経緯は完全にとばっちりを受けた形でしたが、一部のファンにて声優活動復帰よりもゲームが大事かと非難する声が上がり炎上しました。一方で遊べるくらい良くなってよかったや生存確認できて嬉しいなどの声も上がっています。10人目内田真彩さん、1989年12月27日に東京都で生まれ、2012年に放送された中二病でも恋がしたいにてメインヒロインの高梨立花役がきっかけでブレイクした内田真彩さんは、その後のガッチャマンクラウズの一ノ瀬はじめ役での演技が評価され、2014年の第8回声優アワードにて新人女優賞を受賞しています。またキュートなルックスに加え多彩な内田真彩さんは様々な活動を展開しています。歌手活動や女優活動、さらにはグラビアにも挑戦しており、2014年12月24日には初の写真集内田真彩ファースト写真集真彩を発売しています。そんな内田真彩さんは2019年に枕営業写真が流出したことで大きく炎上してしまいました。これはある男性と一緒にバスローブ姿で写っていたもので、親密であることがうかがえます。また内田真彩さんは同業の梶裕貴さんとのツーショットも枕営業写真の少し前に流出して話題になっていました。梶裕貴さんは2019年に結婚していたため、こちらも炎上してしまいました。どちらもその真相ははっきりしないままになっています。11人目上坂すみれさん、1991年12月19日に神奈川県で生まれた上坂すみれさんは、2012年にパパの言うことを聞きなさいのメインヒロイン高梨空役で本格的に声優デビューを果たしました。その後もスタートゥインクルプリキュアのユニキュアコスモ役をはじめ、うる星やつらのラム役など可愛らしいキャラクターを多く演じています。また上坂すみれさんはソ連ロシアや昭和歌謡メタルロックや戦車ロリータなど多方面に興味を示し豊富な知識を持つことで有名です。そんな上坂すみれさんはロシアとウクライナの国際情勢により炎上しました。上坂すみれさんは昔からロシアが好きと公言しており、大学を受験した際にロシアの前衛芸術をテーマに小論文を書き、面接でロシアへの愛を夢中で訴え合格するというエピソードもあるほどです。そんな中ロシア軍によるウクライナ侵攻により上坂すみれさんにスパイ容疑をかける人が出てきたり、ロシアが好きということに苦言を呈す人など誹謗中傷が多く寄せられました。それに対して上坂すみれさんはノーコメントを貫いています。12人目内田彩さん、1986年7月23日に群馬県で生まれ、2008年おでんくんにてデビューした内田彩さんは、その後ラブライブにて声優ユニットミューズに南小鳥役として参加することになり、それがきっかけで有名になっていきました。ミューズの一員として NHK 紅白歌合戦に出場する一方でソロ歌手としても活躍しており、2016年には日本武道館でワンマンライブを行っています。そんな内田彩さんは妹以外に友達がいないと公言していましたが、幼少の頃からずっと一緒の幼馴染がお店を出したので行ってきたよ、嬉しかった楽しかった、幼馴染3人に囲まれて幸せでしたという文とともに、居酒屋で男性の幼馴染3人に囲まれた画像を出してしまい、裏切られた気持ちになった男性ファンが多く、それによって炎上してしまいました。13人目結城葵さん、1992年3月27日に千葉県で生まれ、もともと子役として活動していた結城葵さんは2003年に昨日の旅にて声優デビューし、それがきっかけで声優の道を歩み始めます。2009年にはアニャ丸探偵キルミンズの巫女神リコ役と夢の色パティシエールの天野いちご役の
2作で初めて主人公を演じ、この頃からメインキャラクターを演じることが増えていきました。2011年に魔法少女マドカマギカにて主人公の要マドカ役を演じ、第6回声優アワードの主演女優賞を歴代最年少の19歳で受賞しています。そんな結城葵さんは出演番組の告知をして炎上してしまいました。結城葵さんは2024年1月1日に自身が出演する番組の告知を投稿しました。ただタイミングが悪く、その時能登半島地震が起きたところで、その投稿に不謹慎ではないかとの声が相次ぎ、現在投稿は削除されています。釈明文も投稿されましたが、文頭にわわわとあり、それにも煽りなのではといった声が上がっています。14人目、戸松遥香さん。1990年2月4日に愛知県で生まれ、2005年から2006年にかけて行われていたミュージックレインスーパー声優オーディションに合格し声優デビューした戸松遥香さんは、活発な女性キャラクターから少年まで器用にこなし、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないの安城鳴子役や、ソードアートオンラインのアスナ、結城アスナ役、ハピネスチャージプリキュアの氷川ヨナ、キュアフォーチュンや、妖怪ウォッチでは啓太、天野啓太など様々な役を演じています。また歌唱力にも定評があり、声優ユニットソフィアの一員で活動を行うほか、個人でも単独ライブツアーを開催しています。そんな戸松遥香さんは2011年に入野美優さんとの熱愛報道が出て炎上してしまいました。家電量販店にてデートしているところや、戸松さんの自宅マンションに2人で帰り、朝方入野さんを戸松さんが駅まで送ったところなど、かなり信憑性の高い証拠と写真の数々が報じられました。戸松遥香さんは釈明文を公開しましたが、入野美優さんに対するはっきりとした説明はなく、その後は破局したのか、2019年1月11日に一般の男性と結婚しています。15人目、新田恵美さん。1985年12月10日に長野県で生まれた新田恵美さんは、歌手活動を志し、オーディションに参加しグランプリを受賞します。そんな中、誘いを受けて声優活動を開始します。2013年、ラブライブにて声優ユニットミューズにメインキャラクターの高坂ほのか役として参加することとなり、知名度を上げました。また2014年にはソロシンガーとしてメジャーデビューし、様々な分野で活動されています。そんな新田恵美さんは、週刊朝日芸能により過去に AV に出演してたと報じられ炎上しました。顔や体型が似てる以外にも、ほくろの場所や歯並び、さらには耳の形なども似ているといった状況から、本人ではないかという疑惑が上がり報じられてしまいました。その結果、朝日芸能に対してファンからの怒りの電話が鳴りやまず、泣きながら電話するファンであふれ、かなりの騒動となりました。新田恵美さんや事務所は完全否定を貫いており、該当記事も翌日の午後には削除されましたが、かなり衝撃的な出来事でした。16人目、茅野愛さん。1987年9月13日に東京都で生まれた茅野愛さんは、以前はリラクゼーション系の仕事をしていましたが、アニメにも人を癒す力があると興味を持ち、そこから接客が活かせる声優を目指した結果、めでたく2010年4月に声優デビューしました。2011年に、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らないにて初のヒロイン本間芽衣子役に抜擢され、第6回声優アワードで新人女優賞を受賞しました。癒し系という言葉がよく似合う茅野愛さんですが、様々な女性キャラクターを演じ分けることができます。そんな茅野愛さんは番組のコーナーで靖国神社を参拝し炎上してしまいました。番組内ではよく靖国神社に参拝していると語り、新発売の CD のヒットを祈願していました。茅野愛さんの一連の行動に政治的な意図があったかは不明ですが、靖国神社という日本の軍人たちを祀る神社への参拝に主に中国から非難の声が上がり炎上してしまいました。茅野愛さんは謝罪文を公開しましたが、中国企業が運営するソーシャルゲームにおいて茅野愛さんが声を当てたものは削除されていき、声優交代になってしまったキャラクターもいます。17人目、水瀬祈りさん。1995年東京都に生まれ、2010年にアニメ世紀末オカルト学院にて
声優デビューを果たしました。また2013年に恋愛ラボで棚橋すずねの声を担当し注目を浴び、2014年のご注文はうさぎですかでの血の役や、2015年の心が叫びたがってるんだの成瀬純役、2016年のリ・ゼロから始める異世界生活のレム役などの演技で高い評価を得ています。そんな水瀬いのりさんは性格が悪いと炎上してしまいました。アニメ政宗くんのリベンジのキャスト出演番組にて、常に仏頂面で退屈そうにキョロキョロしてよそ見をしたり、大橋彩香さんが話をしている時に肘をついてノーリアクションを取ったり、罰ゲームが書かれたメモやコーナーで使った札を無言で捨てたり、それらについて田所あずささんと大橋彩香がフォローするも、仏頂面で無言のまま番組が終わり、態度の悪さが出てしまったようです。また握手会でも塩対応をされたなどの声もあり、水瀬いのりさんは性格が悪いとされていました。ただ現在はファンサービスもしっかりしてきたようで、人見知りな性格だっただけではなどの声もあります。18人目、豊崎亜希さん。1986年10月28日に徳島県で生まれた豊崎亜希さんは、コンプレックスに思っていた声を褒められたことがきっかけで声優を目指し、オーディションにて合格し声優デビューを果たしました。2009年に軽音の平沢優役がきっかけで知名度が上がり、劇中のユニット放課後ティータイムではボーカルを担当しているため、企画にて実際にギターを演奏しながら歌っています。そんな豊崎亜希さんは2011年に作曲家のミュジャントムハックさんとの同棲をファンからリークされてしまい炎上してしまいました。トムハックさんは数々のアニソンの作曲を担当し、オクティというユニットを組んだりとアニソン業界では有名な方で、豊崎亜希さんも軽音で有名になった後だったので、ファンからは驚きの声が上がりました。現在豊崎亜希さんは結婚していますが、一般の方と発表しており、トムハックさんではなさそうです。19人目、小倉優衣さん。1995年8月15日に群馬県で生まれ、もともと子役として活動していた小倉優衣さんは、2011年の神様のメモ帳のアリス役やローキューブの袴田ひなた役が代表作です。演技や歌はもちろんですが、ダンスも得意な小倉優衣さんは、2009年に発売されたゲーム初音ミクプロジェクトディーバの初音ミクのモーションを務めるなど、さまざまな活動を展開しています。そんな小倉優衣さんはアニメプロデューサー川瀬康平さんをパパと呼んでいたことが発端で、通称パパ事件を起こしています。当時小倉優衣さんは17歳の現役高校生だったのもあり、パパ活をしていたのではないかと様々な憶測が飛び交いました。結果としてはパパと呼んでいたこと以外何も出てきませんでしたが、ファンにとっては衝撃的な事件だったと思います。20人目、花澤香菜さん。1989年2月25日に東京都で生まれた花澤香菜さんは、幼稚園の頃から子役として活動しており、その一環で行った声優の仕事がきっかけで将来的に声優業に就きたいと思うようになったそうです。美しい澄んだ声が特徴で、ニセ恋の小野寺小崎役や、俺の妹がこんなに可愛いわけがないの黒猫役、物語シリーズの戦国なで子役など人気作品のメインキャラクターを数多く演じています。2017年に週刊文春デジタルにて同業の小野賢章さんとの熱愛が報じられましたが、交際を認め、2020年7月8日には小野賢章さんと結婚したことを報告しています。そんな花澤香菜さんですが、プリクラ画像が流出したり梶裕貴さんとの匂わせが多く、何度か炎上しています。当時付き合ってであろうと噂になっている辰樹さんとのプリクラ写真は高校時代に撮影されたもののようで、辰樹さんは一般の方と言われています。花澤香菜さんには男性のファンが多いので炎上してしまったようです。また梶裕貴さんとの関係についてはペアルックをしていたり、同じ時期に同じものを好きと公言していたりと共通点が多く、真相は分かりませんが付き合っているのではないかと噂が絶えませんでした。いかがでしたでしょうか。今回は女性声優が起こした事件20選についてご紹介しました。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。またあの声優のまとめが見たい、
や感想などありましたら、コメントしていただけると嬉しいです。それでは、また。